全国1億2000万人の千夜一夜物語ファンの皆様、こんにちは。まさたまチャンネルへようこそ。今回から数回にわたってこのアラジンストーブをレストアしちまおうと思ってます。まずは分解ですね。天板は半時計回りに回せば外れます。ネジが固着してるので潤滑スプレーを拭いておきましょう。ネジを外す順番、思いっきり間違ってます。最初は上部リングを止めているネジから外してください。その後このイカ耳のネジですよね。まあバラすだけなのでどっちを先に外そうが別に構わないんですけど、やっぱりこの辺はきちんと構造を見ながら外すべきだと思います。ほらイカ耳を結構強引に外しちゃってますよね。そして結局イカ耳をうまく外せなくて上部リングのネジに取り掛かります。ちなみにこのイカ耳ですが、これはアラジン J38 型のみについているチムニーガードです。今回の動画は私の覚え書きも兼ねてますのでちょっと長めです。ご了承ください。動画撮ってないとね、組むときどうやって組むんだっけなって分かんなくなっちゃいますからね。ちょっと向こう側になっちゃって見づらいんですが、アラジンのストーブって抜け止めワッシャーが多く使われてます。この抜け止めワッシャーって荒く扱うとすぐ壊れちゃいますので注意が必要です。ここドライバーで緩めようとしたら舐めちゃいそうなんですよね。なのでネジザウルスで緩めます。チムニーの内側にナットがついてますので、表のプラスネジを回すんじゃなく裏側のナットを回してます。この方がうまくネジが外せます。この耐震装置の外し方、結構知恵の輪です。このチムニー押さえの板もそうなんですが、結構きちんとボルトとこのプラスネジのボルトとナットで止まってます。今だったらねビスで止めちゃうとこなんでしょうけどね、この辺も作りの良さを感じさせますね。ネジのところはボルトとナット、ピンの部分は抜け止めワッシャーって感じですね。はい、フレームからチムニーが外れました。こういう部分を動画に撮っておくと組む時に、あ、こうやって止まってたんだっていうのが分かりますよね。まあいわゆる一つのデジタル備忘録です。
ここも抜け止めワッシャーで止まってますね。ワッシャーを壊さないように慎重に分解します。ここのネジも裏からナットで止まってます。新しい J39 型とかだとここはビスで止まってるようですね。知らんけど。このマイカは磨けば再利用できそうですね。そして今日一番の難所、チムニークリップの取り外しです。これうまい取り外し方ないんですかね。ドライバーでグリグリやっちゃってるんですが、チムニーに傷がついちゃうんですよ。チムニーはホーロー仕上げなので傷つけたくないんです。再塗装とかできませんからね。仮に塗装できたとしてもこの色の耐熱スプレーは売ってません。ほら、この錆びてない部分は今回チムニークリップを外すときに傷つけちゃったとこです。気を取り直していきましょう。このアラジンストーブレストアは本気でちょっとマジで綺麗にしたいと思ってるので全部バラします。この内円板ですが固着しちゃってるのでパーツクリーナーを拭いて様子を見てみましょう。パーツクリーナーを拭いたら芯は動くようになりましたね。でも内円板は取れません。次は潤滑スプレーを拭いてみます。パーツクリーナーや潤滑スプレーが浸透する間に灯油の残量計や給油口の蓋を外してしまいましょう。まだ取れない。はい、最後の手段、キャブクリーナーです。まあ、これかけりゃ取れるでしょう。お、取れた。キャブクリーナー恐るべし。続いてシャフトを外します。この芯の繰り出し機構ですが結構便利みたいですね。現行の J39 にも採用されてますよね。続いて換芯機を外します。この換芯機を先に外さないとシャフトのラチェットの部分が外れません。そのまますぐに外さないで、どうやってついてたんだっけなーなんて考えながら外していきましょう。これも大事な備忘録です。
このアラジンストーブは J38 の後期型なので、このラチェットの部分とこの根元の今外そうとしている部分、これ感震器のバーがガツンって当たる部分なんですが、ここが金属製になってます。前期型はプラスチックで結構割れちゃうみたいですね。これです。これがアラジンブルーフレームの肝、青龍版です。これを外すと青い炎になりません。そしたらヘラでこじって芯の外灯を外します。この外灯とか内円板は真鍮なので磨くと綺麗になりますよね。芯を外したらシャフトを抜くんですが、この芯の先についている小さなナット、このナットは逆ネジです。右回りで緩むタイプのネジですね。芯を上げ下げするギアは順ネジです。はい、シャフト抜けましたね。これがギアです。ギアが緩むと芯が上げ下げできなくなってしまうので、ギアの先に逆ネジのナットがついているっていうことですね。はい、分解完了。てかもう一台あるんですわこれからこいつもバラさないと。それではまたねー楽しい自転車